1944年に、ワスプ艦上で、DBF に搭載されるマーク13魚雷。魚雷の先頭部には水面への着水時に離脱する、前頭部と尾部を保護するための木製の保護カバーが取り付けられている。ブリス、レビとマーク13は、アメリカ海軍が運用していた、航空魚雷。雷撃機に搭載される。 対艦攻撃魚雷であり、第二次世界大戦中に最も多く用いられた航空魚雷で、戦争中に1万7000発が生産された。原型は1925年に設計され、アメリカ海軍の要求に応じて改良された。初期型は低空低速投下であっても構想しないなど運用に難があったが、1944年以降は改良され。 後期型は作薬にトーペックスを用い、高度約2400フィート、最大速度410ノッツという条件で、投下されても高層するなど、信頼性が改善された。最終的に、マーク13の重量は2216ポンドで、600ポンドのトーペックス弾頭を備えた。また、マーク13はマーク14よりも12.8ノット、遅く、 マーク14やマーク15と同様に、調低振動を、推進10フィート以下に設定した場合には、着発振感が、不発になり、磁気進感が早く爆発する等の問題があった。マーク13は、直径の大型化、重量を低減、負の浮力を減らし高層速度を下げる、巻部の磁気進感の低感度化などの改善を重ねて、これらの問題を回避した。 第二次世界大戦後は、マーク13は、最も信頼性のある、航空魚雷の一つとして考えられるに至った。ナショナルミュージアム・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツ・エアフォース、マーク13トープド。アーカイブド、オン・ジュライ・9 2006、ネイブ・ウィープス、USA。トルピドズ・オブ・プリング・ウィズ・プリング・ウィズ・トゥリトリーブド・ニ・オーガスト・2005、ミルファード。 フレデリック・ JUS ネイビー・トルピドズパート1ザグレート・トープ・ド・スキャンダル1941-43ザ・サブマリン・レビューエイプリル1996アーカイブドオン・オクトーバー14-2007ミルファードフレデリック・ JUS ネイビー・トルピドズパート2ザグレート・トープ・ド・スキャンダル1941-43ザ・サブマリン・レビュー オク t ーバー e 1996アーカイブドオンディセンバー10 2005ありがとうございます。